後頭ごとブローバックして薬莢を吐き出す起き上がりこぼし式。ドーン。音がずれてますね。 SE のこだわりじゃよ。光より音の方が遅れて伝わるからだ。雷だって。もういいです。いいと思いますが、水崎氏、これかけますか？煙とか炎とかエフェクト経験ないからやってみないとだけど。私が描きたいアニメーションってのはね。斜面滑って転ぶ。地味です。世の中にはリアル思考の動画があるんだよ。日常の何気ない立ち振る舞いでも動画で描くと十分見栄えするんだよ。もっと効率のいい、パッと見誰にでも分かる派手なアニメの方法ってのはないんですか？私にとってはこれが豪華絢爛なアニメーションなんだよ。コストが高くて地味なんですよ。静止画でも何でもいいんで、とにかく派手なのを作ってください。アニメーションは動いてなんぼ、アニメーターは動かしてなんぼだ。プロのアニメーターの中にはさ、実際に刀持って振ってみながら描く人もいるんだよ。実際に刀を腰に刺すとどんなポーズになるのか、抜くときどうなるのか、袴にどうシワが寄るのか、空想だけじゃなくてそんな全てを研究しながら作画してるんだよ。要するにアニメーターってのは役者なんだよ。しかも演じるのは人間だけじゃない。犬猫の動きも演じるし、海や嵐、車も飛行機も全てがアニメーターの演技だよ。私は手書きで血の通ったリアルな芝居を描いてみたい。私が作りたいのはアニメじゃなくてアニメーション。